FNS 歌謡祭 2010FNS 歌謡祭 2010FNS 歌謡祭はフジテレビ系列で2010年12月4日19時23時10分に生放送に放送された通算39回目の FNS 歌謡祭今回のテーマは最強のコラボレーションである前回まで5年連続で司会を務めていた黒木瞳が司会を外れにも起用されずそのまま 交番となったスマップの草薙剛の単独司会となる。FNS 歌謡祭における単独司会は第37回での黒木以来だが、男性では史上初。男性のみの司会体制は第18回以来21年ぶり4回目。第32回以降、第1水曜日での放送となっていたが、今回はクイズ。ヘキサゴン2や跳ねるのとビラ。 2010年10月改編で水曜日21時へ移動してきた。この影響から放送時間も8分短縮の19時23時10分までに変更され、例年同時期に開催の K1 グランプリは翌週へ開催が延期された。番組史上初の土曜日のゴールデンタイムに移動となったことで、フジテレビが土曜18時18時30分枠にレギュラー放送されている。 ミュージックフェアの当日放送分は生放送編成で一部の当番組出演アーティストがゲスト出演する形式となり当番組プレ番組のような扱いであった。当番組の会場にはミュージックフェアの司会者である鈴木杏樹、恵ぐみとも観覧としてゲスト出演していた。なお土曜日のゴールデンタイムの編成を日本テレビ系列に定めているため本番組を 同時ネットできないクロスネット局のテレビ大分でもこの回のミュージックフェアは通常通り同時ネットで放送された。平均視聴率は21.7%で第26回以来3年ぶりの20%超えを果たした。2010年民放音楽番組最高視聴率を記録し民放音楽番組唯一の20%超であった。また、 瞬間最高視聴率は20時59分頃感動の名曲集パート2で29.4%だった。今回まで5年連続で進行役を務めた高島綾はフリーの立場で第40回の司会に起用された。演歌、歌謡曲勢での出演は2年ぶりとなり、坂本冬美と氷川清の二人に止められた。前回は全46曲だったのに対し、 今回は74曲と大幅に曲数が増えた。そのためトークがほとんどなかった。徳永秀明と和田明子のあの鐘を鳴らすのはあなた、伊藤ゆなとけのプレシャス、平井健と久保田俊しのミッシング、鈴木正幸と菊池桃子の渋谷で5時、長瀬智也と横山県のタイガードラゴン、坂本冬美とビリーバンバンの また君に恋してるなど様々なコラボレーションが実現した。また、嵐と松下奈緒の共演が実現し、松下のピアノ演奏に乗せて、嵐が果てない空を歌った。嵐は当日コンサート開催のため VTR 出演となった。また、19時代と22時代に日本テレビ系列でメンバーのレギュラー番組が放送されるため、20.21時代のみの出演となった。 当初、Tokyo と玉木浩二がコラボレーションでナナナを披露する予定だったが、玉木が体調不良で生出演を急遽キャンセルし、t o k o が単独で披露する形となった。なお、安全地帯としてのステージは嵐同様 VTR 出演となった。AKB48 の前田敦子は21時代に日本テレビ系列土曜ドラマ90出演のため、 この時間帯は、出演を一時控えた。また、放送当時16歳だった、渡辺真由などの18歳以下のメンバーも20時、一杯で退席。黒木明サが1日公開の映画、スペースバトルシップヤマトの宣伝、菅野美穂が、フジテレビ系列で当時放送されていた、関西テレビ、共同テレビ制作の自身主演ドラマ、ギルティアクマと契約した女の主題歌。 この夜を止めてようジュジュが披露するのに合わせてそれぞれゲスト出演した。また、例年通り、小倉智明も出演。今回のトップバッターは、第34回から6年連続で務めることになる、スマップが担当して、デ e スイズラ s Love を披露したが、トップバッターでは、史上初の直樹の別のアーティストとのコラボレーションで披露した。なお、直樹は、デ e スイズラ s Love の作詞、 作曲を担当した。第34回以降、スマップが大鳥を務めることが慣例化していたが、今回はメンバーの香取り吾が二が23時から、自身のテレビ朝日系列でのレギュラー番組、スマション生出演により退席したため、スマップ単独で大鳥を務めることができず、スマップの世界に一つだけの花を香取を除く4人と他の、 出演アーティスト、新行役で大合唱の形で番組を締めくくった。ジャニーズ事務所からは、近藤正彦、スマップ、トキオ、キンキキッズ、V6、嵐の6組が出演した。ふとし文字は、当年の NHK、第61回 NHK 紅白歌合戦にも出場した歌手である。ありがとうございます。